すごいね、43号線。みんな安全運転でよろしくお願いしますよ。ね。事故のないようにお気をつけくださいませ。でも俺は早く渡りたいから、信号早く変われよ。信号早く変われ。もうほんまにね。信号待ちですよ、ほんまに。でもそこにもう大々とか信号を守りましょうって書かれてしまったらね、あ、青なった、あったね。守らんとしょうがないよね。子供もね、守ってるぐらいやから、大人がね、そんなことしたらあかんですよね、信号無視とか。ほんまにね。セブンイレブンがあります。ね、カレーフェスやってる今ね。カレーフェスやってます。まあ普通の家ばっかりか思ったら、鳥まつの本店もあるし。まあ、駅前やからな。なんかはあるか。なんかはあるかや。まあ、港銀行もあるわ。病院多いな。この辺もお年寄りか高齢者が多いんだろうか。病院が多いよね。港銀行ね。みんなで明日へ行くと言うやん。切り渡った方が本当は詳しいんよね、うん、もう行かへんけど、なんか切り渡った方が俺は詳しいの。さあ渡ってね、扇駅着きましたんで、扇の下町からおさらばしたいと思います。さようならしたいと思います。扇の皆さん、ありがとうございましたね。阪神電車乗り場ね。こちらは電車内学生エレベーター乗って扇扇がいつ帰りますわ。もう今日ちょっと長かったよね、これ。駅もね、春日の駅から結構あるんよ。何駅か数えてないけど、何をやらすねこれ。まあ誰のリクエストやこれ。何をやらすねほんま。そこはあの、見えてへんけど、一番最初行った関西スーパーとかね。では帰りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。